どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。前列ゾーン楽しんでますか？僕の方は早速エレンが引けたのもあってかなり楽しんでいるところです。今回はそんな最初の限定キャラのエレンを使っていて感じた部分をまとめて紹介できればと思います。使用する上でこれは覚えとくといいなとか、役割の理解が結構大事だなと感じましたので、そこが参考になれば嬉しいかなというところです。それでは本編の前にですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信をしていきます。今後も解説をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速本編いきましょう。今回のエレンの動画に関してはこんな感じでいきたいと思います。エレンの覚えておきたい情報をまとめという感じで、エレンの戦闘における役割と押さえておきたい戦闘のポイント、音動機、ドライバー、チーム編成、一つエレンの評価をしていきたいと思います。評価については実戦をもとにまとめています。育成段階やキャラの揃い具合では変わる部分があるかなというところです。あくまで参考程度というところにしてください。では本編いきます。まずエレンの戦闘における役割についてです。役割のポイントとしては大きく3つですね。1つ目は効果力で敵を殲滅できるというところです。エレンは火力の高い攻撃に加えて中段耐性も高いため、連続した攻撃を繰り出せるというのが魅力です。結構強引に殴りに行けるっていうのがいいところですね。2つ目は特殊なダッシュ性能となってます。エレンは高速ダッシュが備わっており、敵の銃弾などを弾きながら移動ができるようになっています。銃弾って言いましたが、実弾のものに関しては弾き返せるっていう感じです。レーザービームとかに関しては弾けないっていうのがありますね。3つ目は優秀な多段ヒット攻撃が多いというところです。エレンの攻撃に関しては多段ヒットが多く、相手の動きを止めやすいっていうのがあります。あとは2撃目の巻き込み性能も高いので、結構複数相手に巻き込めるっていうのは強いですね。エレンの戦闘における役割としては、近接のアタッカーとなりますので、敵に近づいてガンガン攻め立てるっていうのがいいところです。なのでクイック支援型と合わせると一気に距離を詰めれるので戦いやすさもありますね。続いてエレンを使う時に押さえておきたい戦闘のポイントについて話していきたいと思います。これに関しては必須級かなというところですね。まず1つ目、給湯パワーの維持が大事です。これに関してはエレンのライフの下にある氷のマークになりますが、こちらを消費して氷属性ダメージに変換するっていう仕様がありますので、エレンの効果力には必須な性能となってます。これをどれだけ貯めれるかっていうのが大事ですね。また貯めるだけじゃなく、どんどん使っていってダメージに変換していかないといけませんので、結構コンボというか攻撃の仕方は重要になってきます。で、その必須級というところで給湯パワーが必要になるんですが、じゃあそれを貯める方法はっていうので次ですね。2つ目、ダッシュ攻撃を活用することです。まず給湯パワーに関してはスキル攻撃で1位貯まるようになってます。ですが、この給湯パワーに関してはダッシュ攻撃をすると3貯まるようになってます。細かい話で言うと、特殊ダッシュ中に攻撃を行うわけですが、ボタン長押しをすることによって給湯パワーを3貯める攻撃をするようになります。これが結構大事なんですよね。なので敵と最初に戦闘するときにダッシュして攻撃するっていうのが非常に大事なことになります。それだけで3ポイント貯まりますからね。しかも攻撃がうまく当たれば敵がひるみますので、さらにダッシュをして横から挟むっていうこともすると、もう6ポイントあっという間に貯まります。これだけでかなり有利になりますね。で、使い方というところなんですけど、初撃した後というか、あと合間に挟む時には正面から使うっていうよりかは、一旦後ろに下がって円を描くように動いて横から刺すっていう風な感じで使うと差し込みやすいっていうのはありましたね。とりあえずダッシュ攻撃をどんどん活用していきましょうっていうのが大事なポイントです。続いて3つ目です。基本的にはスキル通常攻撃っていう流れが大事です。まあ、給湯に関しては1回の攻撃で1消費します。なので通常攻撃3回振ったら3ポイント消費するっていうのがありますので、意外とこの消費の激しさをカバーする必要があります。そこで大事なのがスキルを挟むということです。基本的にスキルを使った後に通常攻撃っていうコンボが大事になりますので、スキルが使えるならこまめに挟んでいくようにしましょう。これだけでもかなり維持がしやすくなります。さらにこれにダッシュ攻撃も加えれば安定して3以上維持することが可能となります。エレンの必須級のポイントとしては、給湯パワーを維持することに対しての話が多かったと思いますが、本当これでかなりダメージが変わってきますので、まあ一番把握しておきたいのは画面左上の給湯パワーのポイントですね。これを見れるぐらい戦闘に余裕が持てるようになるのが一番いいかなと思います。
結構慣れるまでね、大変ですがね。それではエレンの音動機とドライバーについて話していきたいと思います。まず音動機のおすすめ順です。まずはモチブキのディープシービシターですね。続いてスターライトエンジン、キャノンローラーとなってます。ディープシーに関しては氷属性バック等回心率もアップする優れものとなってます。しかもエレンのダッシュ攻撃に合わせてさらに回心率がアップするという効果もありますので、まあエレンには絶対装備させておきたいなっていうものになりますね。続いて A ランクのスターライトエンジンですね。個人的にはこの音動機が一番いいかなと思ってます。まあ何かとね、エレンに関しては支援攻撃が多くなりますので相性がいいなっていうのがあります。よく攻撃バフの恩恵がもらえるっていうのがありますので、入れ替えから必殺技っていう流れで高ダメージを叩けるのもいいところかと思います。続いては A ランクのキャノンローラーです。回心率がアップする装備なので安定した火力を求めるなら装備はありかと思います。温度器に関してなんですが、まあ、まだまだドライバーの厳選が厳しい時期なので攻撃力にあえて振っていくのもありなのかなと思います。回心率を盛るっていうのが結構大変なんですよね。なので育成が整わないとまだまだ考えものかなっていうところがあると思います。ただ今スターライトエンジンを使ってますがダメージが出ないわけではないですね。マンダメ普通に出ますので全然強いかと思います。またエレンの火力を安定させたいっていうのであればキャノンで回心率をしっかり維持するのはありかなと思います。ただしこれに関しては凸をしないとプラスでもらえるバフが低くなりますので、まあ、凸に関しては考えものかなっていうところですね。続いてドライバーのおすすめ順です。まずはヘビーメタルですね。氷属性だけでなく通常攻撃とダッシュ攻撃のバフもあるため給湯パワーをしっかり扱えるなら相性がいいセットとなってます。基本こちらは4セットっていうことが多いんじゃないかと思います。続いてのおすすめとしてはウッドペッカーですね。2セットで回心率バフがつくので扱いやすいっていうのがあります。ただこれに関しては4セットもありだなっていうのがありまして、例えば給湯パワーを全く使わず物理特化にするならこちらの4セットのもありかなというところです。まあウッドペッカー4セットにしてヘビーメタル2セットとかですね、そういう扱い方もありっていうところです。どちらの属性を取るかっていうところですね。続いてスキルの育成の優先度についてです。1は連携スキル、2は特殊スキル、3は通常攻撃となってます。続いてメインステータス、サブステータスについてです。まずメインの4、5、6ですね。4は回心率、回心ダメがいいかと思います。5に関しては氷ダメです。6は攻撃力となっています。サブステータスの優先度としては、回心率か回心ダメ、でその次に攻撃、貫通という順になります。とりあえずアタッカーとなりますので、回心率、回心ダメは上げておきたいというところです。続いてチーム編成についてです。今回は3つほど紹介したいと思います。まず1つ目、氷ダメ特化編成です。編成はエレン、ライカン、双角となります。氷属性で統一した編成となっています。ライカンと双角で氷耐性ダウンと氷ダメージアップがあり、エレンの氷ダメージを大幅強化してくれるものとなってます。また、氷統一なため、凍結を狙って戦えるのも嬉しい編成となりますね。ライカンが揃えれるなら、ぜひ組んでおきたい編成と言えます。続いてビクトリア火星編成です。星5で組ませるなら相性がいい編成となってます。バトラーの効果でエネルギー回復量がアップするのも嬉しいポイントですね。編成的にもブレイク、強行、支援のバランスがいいのも特徴的です。特にティナの支援スキルに関しては中断性が高い攻撃をしますので、そこからクイック支援につなげるのがプレイのしやすさにつながってきます。接近戦の2人と合わせるにはちょうどいい攻撃というところですね。続いて星4お手軽編成です。アイフキャラのアンビーと双角を組み合わせて使えるお手軽な編成です。アンビーでブレイクをしっかり狙いつつ双角でバフももらえるため組み合わせとしては合わせやすいというのがあります。氷属性2人ならポンプの蓄積値もアップして活躍しやすいのも相性がいいところですね。ただ見てもらった通りなんですが、編成に関しては星4お手軽編成以外はかなり難易度が高いかなと思います。今始まったばかりだとライカンを引くっていうのはかなり難易度が高いかなと思いますので、現実的には星4お手軽編成になるかなと思います。それでは最後無凸エレンの評価をしていきたいと思います。まずはキャラについて話していきたいと思います。キャラについては操作は難しいが安定した火力が魅力的っていうところですね。エレンは給湯パワーをうまく使う必要があるため、ダッシュ攻撃の挟み込みをどう使うかを覚えないとちょっと扱いづらい人もいるのかなと思います。正直キャラコン結構必要だなと思いますね。キャラコンという問題はありますが、慣れてしまえば火力を高いまま維持できるキャラではありますので、アクション好きな人にはおすすめなキャラかなと思います。
個人的には使ってて楽しいキャラクターですね。続いて気になった点です。理想の編成の難易度が高いっていうところです。エレンの編成についてはボンプなどのことを考えるとキャラクターを揃えるのがちょっと難しいように感じます。工場のキャラのライカンなどを狙う必要があるので、引けなかった場合300連の報酬で狙うしかなくなるので、ちょっと難易度高いんですよね。なので基本的に揃えるなら星4の編成を揃えることになるかと思います。まあお金をかけれるなら工場をするのもありなんですが、それはあまりにももったいないので、現実的なところで言うと、まあ星4構成でやる、まあ、理想を目指すのが難しいっていうところになりますね。それでは最後、エレンのお得なポイントっていうところです。これに関しては配布 A ランクと合わせれるっていうところですね。これ先ほど言ったところと重なります。まあ、理想の編成ではないですが、双角やアンビーと組み合わせてエレンを強力に使えるっていうのがありますので、お手軽なキャラと言えるかなと思います。エレン自身の火力もそれなりに高いので、今後の氷キャラによってはさらに期待はできるかなと思いますね。今のところ S ランクの氷支援っていうのがいませんので、ここが出てきた時にエレンが爆伸びするっていう可能性はありますからね、楽しみな部分かなと思います。はい、ということで今回の前列ゾーンのエレンについてキャラの解説は以上となります。まあ、今後もね、前列ゾーンもできる限りはやっていきたいなと思ってますので、応援してくれる方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。また次回です。バイバイ。